豊田市の松平地区は、春の七草の栽培が盛んで、セリやナズナなどを詰め合わせた松平の七草がゆセットの出荷が始まりました。七草がゆは、1年の無病息災と長寿延命を祈って1月7日の朝に食べるもので、ビタミンやミネラルが豊富で冬場に不足がちな栄養素を補うとされています。 3日およそ30人のスタッフによって今月7日までに届くようにパック詰めや出荷作業が行われました今年はおよそ2万5000パックが主に名古屋市や豊田市などの市場へ出荷されるということです